明治23分で着くの。晴れたからね、ちょっと行ってみましょう。16キロ、16キロやっぱ遠いかな。やっぱね、やっぱり永平寺はね、またの機会にします。16キロ往復、36キロあるからちょっと遠いかな。堺市、僕の大好きな三国町があるところですよ。大好き。あー、いいな堺市。堺市の中心部ってどこなんだろうね。なんか合併して大きくなったみたいで、あー一気に景色が良くなる。橋の上だから、あーいいな。天気もいいし、明日天気なんかな。ヘイシリ、明日の小松の天気。小松市では明日は曇りになる。やっぱ天気が良くなったからね。あと30分後、今時刻は17時30分なんですけど、まあ6時でしょ、多分明るいと思うから、まあ、行くだけね。木が気になるんですよ。木、なんか木がめちゃくちゃでかそうで、もう確認作業ですね。なんだろう、のどかな雰囲気は悪くないですね。そう、こののどかな雰囲気の中に修行寺があるという。旅までコーヒー買っていきましょう。天気が晴れてくるとテンション上がる。ははー、いいね。みんなファミマ、あのみんなファミマ大好き。金沢ナンバー、福井ナンバー、ちょっと入り乱れてきました。石川ナンバーもあるんですよ。永平寺、永平寺、川ですね。旧頭立つ川って書いて、旧数字の旧に、あ、頭に、流と、ね、いわゆる旧東流川かもしれないですね。旧東流川、下の方のね、ちょっと駐車場に止めて今上がってきました。ここ川が流れて、はあ、なるほどなるほど。神聖な感じが半端ないですね。ここが入り口か。はは、うわ、すごい。ちょっと黙っとこう俺。
こんな大きいんだな。平平寺、全平寺。迷い込ませられたような気持ちになるんですよ。19時半でまだこれだけ明るい。到着でございます。はい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 。まあそこまで山奥っていうところではなかったですが、なかなかねいい感じでの温泉でございます。ここか。入浴時間9時まで OK。 やったー、開いてた。閉まってることわかりますかねこれ。よっしゃ、お邪魔します。はい、受付の人に許可もらったんで撮影させてもらいます。こんな感じですね。はい、大志温泉共同浴場、とてもいいお湯でした。今ねこの前にある集会場、まあ、公民館みたいなところと思いますけど、そこの前の縁側に腰掛けて、縁側じゃないですね、まあ、腰掛けて夜風に当たってとても気持ちが良いです。ではですね、今から新しくできたばかりの道の駅、今回の駅でできたばっかり道の駅3回目ですよ。今からそこの道の駅に行って寝たいと思います。はい、レッツラゴー。はい、ですね、この道の駅の詳細が分かりました。ここにねすぐお寺さんの前とはね Google の評価で書いてあったんだけど、本当にお寺さんの門があるんですよ。今僕がこの止めてるところにですね。で、
この名前が道の駅、蓮如の里あらわっていうところなんですけど、その蓮如さんという、 こう室町時代に偉いお坊さんがいて、そのいわゆる本願寺派、いわゆる通称西本願寺派と言われるやつです。そこの、吉崎別院、旧西本願寺派旧北総門って書いてあって、すごいお寺みたいですよ。もうこのお寺群、お寺のこうすごいお寺さんの前に道の駅があるという、そしてまたたまたまですけどここに止めてしまったという、もうおこがましいですけど今夜ここに 寝らせていただきたいと思います。で、はい、まあ、仕方ないですね、もうここに止めちゃったから。ではでは、もしですね、この動画が良かったと思ったら高評価、またまたこれもおこがましいかもしれませんけど、よろしかったらチャンネル登録していただければ嬉しいです。では、今日はですね、4月23日2023年4月23日にオープンした道の駅、蓮如の里あらわからおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。